たかわかんないんだけど。で、バーの人に行くには、タバコを。すごいなと思いました。なんかデバイスとかを書いてあったり、すごい近未来用語っていうんですか、わかんないんですけど、なんかそういう系の用語が入ってて、すごいなって思いました。亡くなった方の人格の AI っていうところも、まあ、結構その最近すごい命に関わる部分の技術の話って、すごいいろんな話議論があると思うんですけど、やっぱりその花先生っていうこの自分が演じた役が、答えが知りたいんじゃなくて、あなたはどう考えてるかが聞きたいっていうセリフにすごい表れてると思うのは、やっぱりそういう技術とか多分開発される方とかすごいいろんなことを考えてすごい作られてると思う中で、私たちがどう使うかっていうところを考えるっていう行為とか姿勢はすごい大事だと思うんで、さあそれをすごい前向きに技術と人間の共存というところを描いているいい作品だなって思いました、はい、面白い内容なので、なんかこういう時代が本当に来ちゃうんじゃないかっていう不安と、なんかある意味面白いんだけどどうなっちゃうのかなっていう、本当に地球大丈夫なんだろうかって、そんな感じもしましたね、はいはいはい。最初はですね、これはお話になるのかなっていうか、まあ主人公が割と淡々としてるんで、それを物語で撮る時にどういうふうに映るのかなと思ったんですけど、まあ、匠自身のその何ですかね、淡々としてる中でやっぱりこうちょっと流されそうになったりとか、いや違うんだっていう。そういう思いが、ただまあ、オチもありますけど、そういうことでいいのか悪いのかでもいいんじゃねえかっていうのは本にはなっていたので、相変わらずそのガゼボ監督のそのうまさっていうのはその辺には出てるなと僕は思いましたけど、はい、はい、OK です。 OK、 カット。なんかあんまり機械してほしくないですよ。半分機械で半分自然みたいな、ちょっと自然残してほしい、なんかそういう感じの未来の方がなんか僕的にはいいです。なんか好き、山っていうか全部機械だと毎日つまんなそうだなって僕は思ってて、まあ、楽しいでしょうけど、ね、自然もちょっと楽しそうにないっていう、本当に楽しそうにないみたいな、楽しいは楽しいけど、だから自然と機械どっちも大事にしたいなって。どんなことができた、やっぱりなんか空とか飛んでみたいですね。なんか人につくガチャガチャってジェット機みたいな、そういうのに乗ってみたいです。だからなんかあんまりこういうのが来たらいいなとかあんまり考えない受け身なんですけど、でもなんかこの短編でも描いてますけど、まあ、結局どんな技術が生まれたとしてもそれをまあ使う人次第でそれがいいものになったり悪いものになったりすると思うんで、まあ、なんか新しいものに対してネガティブにならずに、まあ、受け身なんで受け入れていきたいなって思ってますね。あとまあ子供がいるんで ね、まあ、ね、子供にとってはいい世界になってほしいなって思いますけどね。亡くなった人とお話ができるっていうのはある意味後悔を残さなくて、また後悔したことを償うこともできるし、そういう意味ではいいのかもしれないけど、どうなんでしょうね。人間として喜びがあったり悲しみがあったり後悔があったり、明日あげとけばよかったとか、そういう悔いを残す
からこそいろんなことを考えるのであって、亡くなった方と会ったり、自分が亡くなってからまた生きてる人と会ってお話ができたりすると、なんか人間何も考えなくなっちゃうんじゃないかなって、そういう不安はありますよね。地球も今温暖化で大変じゃないですか。今すごくもう地球が壊されそうになってるのは本当に本当に現実的に感じてきてるので、私は亡くなっちゃうからいいけれども、これから生きていく若い人たちはすごく生きにくくなると思うので、早くみんながその愚かなことに気がついて平和で本当に仲のいい地球になってほしいと思います。それだけです。ドッジボール。そんで、さつみくんが先生に投げます。投げて、みんなね、こうやって、たくみ投げるんで、一緒に逃げてください。うわー、ほんで先生に、先生が受け取る。そうですね、まあ逆にそういうことは、まあ、あんまり僕の場合はないんですが、若い子たち見てると、まあ、その恋愛の仕方がね、出会い系のアプリとかですぐにこう、なんかその片付いちゃうっていうか、僕らの頃はほら、誰かと付き合うのもいちいち電話するなり会って言わなきゃいけないし、大体その彼女の家に電話すれば親父が出てきてね、彼女の面倒くさいことになったりするっていう、まあ、今時はそういうことがないので、まあそれが逆にいいのかどうかっていう、でも僕も今若かったらしめしめとか思ってるかもしれませんけど、でもどちらかっていうとそういうことよりも煩わしいことがまあ多少あった方がいいんじゃないかなと思いますけどね。あんまり答えになってないかなと思いますけど。最近姪っ子がその0歳と2歳で、この間その0歳の子が2月に生まれたんですけど、やっぱりそう姉がすごい送ってくれるんですね、動画を。でやっぱそれを見るときは技術に感謝というか、本当にこれがなければもう一気に2歳になった子とかはもう小学生なんだみたいなことをになってただろうなと思うんで、やっぱり遠い人、遠くにいる人とか全然最近会えてない人と連絡を取り合えるっていうのは、これはとても良かったなってすごい思います。幸せだなって思います。そうですね、そういう意味では今まで何か考えたり何かしたり調べたりすることに、やっぱりみんながスマホを持つようになって、私なんか使いにくい方ですけども、やっぱり便利になったとは思うんですよね。ただその便利さが良くなったって言えるのかどうか、いつも今この世代としてはちょっと不安です。心ってさ、どこにあるんだろうね。さあ、けどあの写真にはないよ。長編映画だと長い期間をやって、すごい、まあ、何時間とか、そういう長い時間をかけて作るんですけど、短編映画のショートフィルムだと、短い期間で面白い映画を作って、長編映画は長い期間をやって面白い映画を作るっていう、そういう違いじゃない。結構俳優としては長編映画とやることはそんなに、まあ、大きく変わらないかなとは思っていて、多分よっぽど監督さんとか制作さんとかプロデューサーの方とかの方がすごい考えてることが多いんじゃないかと。まあやっぱり私はよくそのショートフィルムの映画祭とか行って感じるのは、やっぱり見れる数が多いんですよね、短いから。でそうなると本当にいろんな作品を1回でパッパッパって見ることができて、よりそのそれぞれの違いを1回で見ながら考えれたりとか、まあ、長編は作れないけど短いからって言って、短いとそういう予算とかならできるかもって言ってチャレンジするクリエイターの方とかも多分多いんだろうなと思って、そういう人を見つけられたり発見できたりっていうのはすごいショートフィルムを見てて面白いなってそう思うところですね。はい、そうですね、長編っていうと大概、まあ、90分から120分ぐらいで、まあ、ガゼボさんとやったりしてるショートムービーは大体、まあ、短いもので15分ぐらい、長くて多分30分ぐらいだと思うんですけど、その、まあ、長編映画でいうと、まあ、
120分全部 100% 力入れてやるってことはまあ大概ないので、まあここは6割ぐらい、ここは3割ぐらい、ここは 100% みたいな、まあ撮影期間が3週間ぐらいとかの中でそういうふうに割り振りしてやっていくんですけど、ショートムービーに関して言うと撮影自体は2日か、まあ長くて3日なんで、その中でまあ15分とか20分、まあこれなかなか手も抜けないし、まあ、全部全力でやるっていう感じにはなるんで、まあ、そこら辺の、見え方がだいぶ違うんじゃないかなと思いますけど。じゃあ、こちらお母さんからちょっと、まあ、一人ずつコメントをちょっといただきます。はい、お疲れ様でした。お母さん役やらせていただきました土屋郁美です。1日っていう短い時間だったんですけど、すごく濃密な未来の世界を体験することができました。すごく楽しく撮影させていただいたので仕上がりが楽しみです。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ、はい、どうもありがとうございました。で本当に面白い作品、ちょっと私にしても初めての経験だったのですごく嬉しかったです。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。父親役をやりました菅野隆夫です。結構いろんな撮影をしてたというか、僕もあんまり見てはないので本当に出来上がりが楽しみでしょうがないです。本当にありがとうございました。じゃあ先生、はい、大石花先生役をやりました治美です。ありがとうございました。まあ、20年後っていう設定なんですけど、予想では多分もうちょっとすごいことになってると思います。出来上がりが楽しみです。ありがとうございました。じゃあ最後に、匠役を演じました原田幸之介です。たった3日間でしたけれども、すごいなんか濃い3日間をくれたので、すごい完成が楽しみです。ありがとうございました。じゃあ最後の最後に監督から皆さんに一言いただきますよ。本当すいませんでした、遅くまで。ずっとよ。ちょっと僕もちょっと今頭が回らないんですけど、頑張って編集しますんで楽しみにしててください。楽しみです。楽しみにしてます。よろしくお願いします。お疲れ様です。はい、じゃあお疲れ様でした。Thank you.